余計なお世話？確かにそうだな。メイ、英傑同士の争いに軽率に介入するのは良くないよ。安心してください。私とコズマはただ昔話をしていただけだよ。これは失礼。私としてはメイの身を守りたかっただけなのだけど。守る？あんたの口からそんな言葉を聞くとむしろ余計不安になるだろう。一つ忠告だ、雷の律者。俺たちを簡単に信用するな。俺たちは一人一人が秘密を抱えている。俺もそうだし、もちろん英傑はヒーローではない。楽園もその名前のように美しくはない。律者、もしここで何かを発掘しようとしているなら、それを覚えておいた方がいい。そして二度とそういうことはするな。メイ、メイ、タイプライターが直ったから持ってきたわよ。あら、来るタイミングを間違えたかしら。何を言ってるの？私たちのような人々に愛されてるキラキラした妖精が来たんだから、ちょうどいいタイミングでしょ。それはどうかしら。私の天敵はもちろんメイのような美しい女の子よ。メイがどんなことを望んでも私は断れないもの。エリシア、その変わらない元気な笑顔を見ると安心できるよ。私もよ、アポニア。あなたに会うたびに嬉しくなるわ。あ、エリシアちゃんが二人いる。私はエリオ。フェアリーランドから来たデータ室の管理者なの。知りたいことがあったら何でも私に聞いてちょうだい。その手にあるのはタイプライター？何を印刷するの？あら、グレンシュも興味があるのね。試してみない？手を文字盤の上にかざすと、相手に関連する記憶を自動的に選んで印刷してくれるわよ。こんな風に？あ、本当に出てきた。絵の中の人はコズマ？確かに少し抽象的ではあるけど、この姿はコズマで間違いないね。私覚えてる。コズマがハーモニカを覚えたって言ったら、ディストピアお姉ちゃんがみんなの前で吹いてってお願いしたの。コズマが吹き終わったら、ディストピアお姉ちゃんは椅子から落ちるくらい笑ってた。ありがとう、妖精さん。いい記憶を思い出せた。どういたしまして。人間のお嬢さん、妖精の力を甘く見ちゃダメよ。
それは妖精の力がレベルアップしたからよ。信じてくれないならもう一度試してもいいわ。じゃあ次はコズマがいい。やめてくれ。あら、あっさり断られちゃった。でもね、コズマ、グレイシュのお願いなのよ。断ったら分からず屋なんじゃない？やめろ。あ、印刷が終わった。これは？そこにいるの？もう一度見せるわね。どうだった？確かに勢いがある技でした。そうするのは崩壊エネルギーの流れを操るためなんですか？どちらかというと儀式的なものかしら。どう？フワもやってみて。ええ、わかりました。同じ動きなのにどこか違う気がするのよね。どこか間違えたのでしょうか？どうかしたの？なんだかあまり変わらないような気がして、それに少し恥ずかしいです。あら、向き不向きがあるのかもしれないわね。変ね、結構気に入ってるのよ。エデンにもポーズに関するアドバイスをたくさんもらったし。どうしてこうなったのかしら。すみません、私の問題かもしれません。かっこいい。確かにエリシアらしいね。もうコズマったら、女の子のことをこっそり見るなんてダメでしょ。でもこれで思い出したわ。もともとこの動きを英傑の礼儀作法としてヒヨウガの内部に広めようと思ったんだけど、でも指導計画が思ったよりも進まなくて、フェリスに教えるだけで数ヶ月もかかったのよ。まさか、コズマの心の声をメイだって聞いたでしょ？話題を変えてもらえないか？子供たちの遊びを思い出してしまったよ。こちらのお姉さんも妖精の力を感じたいの？私の気持ち、ちゃんと受け取ってね。ええ、構わない。現代。アポニアお母さん、何が書いてあるの？ええ、なんというか懐かしいね。これは未熟な過去。でも子供向きではないようだ。じゃあコズマも見ちゃダメ。グレッシュ、
射精する場所を変えてみては。実は先ほどいい景色を発見したんだ。うん、そうする。ちょうど散歩したいと思ってたところだし、コズマも一緒に来る？やめておく。身の安全には気をつけてくれ。俺は少し気になることがあるから調べてくれ。ええ、コズマも気をつけて。あら、みんな行っちゃったわね。白紙を手に入れたし、メイ、私たちも戻りましょう。そうね、コズマとアポニアはある意味グレイシュの保護者だけど、それぞれの立場があるから。でもほとんどの場合3人でいることはないから、あまり心配しなくていいわ。全部総変換、目標沈黙、フィールド展開。